いやでも僕はびっくりしましたね。今時の女子高生はこんなにスカートが短いのかと。あー、確かに。おっちゃんのセリフやん、それも。うん。そんなに短いの？めちゃくちゃ短かったっすね。やっぱりだからそういうとこ見てんだな。いや、僕はその空気とか、空気とかそういうところはやっぱ大事だ。写真見してよ。写真見してよ。写真っていう言い方が良くない。肩寄せ合ってさ、見ようぜ。ディスコ貼ってよ。いやーかな、どんなの見てんのかさ。まずい。女子高生とかあんま見かけるしかいないから分からんわ。でもうん、確かにね。スカートって履いたことあります？なわけねえな、あるわけえ、ないっすか、なんかこうイベントごととかで。まあ、はるくんは履いたことあるということで。じゃ あ、 僕はある、ね、あ、そういうことね。まあまあまあ、僕はあるという前提のもとでじゃあお話しするんですけど。胸張るな。胸を張らないでくれ、そんなことで。あれ本当に不安になるんですよ。それはあれですか、スースーするってことは。やっぱそう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 。おお、ハエはやば。俺ら今キモいよ、言っとくけど。いや、まあ、犯罪者呼びの会話じゃないこれ。大丈夫。キモいことを100も承知の上で私は言いたい。なるほどね。まあ力説したい。僕が履いたスカートは膝よりちょっと上だった。それであんなに不安だったということは、これほどまでに短いスカートを履いたとき、我々どうなってしまうのか。世の女の子たち。そう。どういう。聞きなよ、視聴者に。視聴者に聞きなよ、言うよ、セクハラや。今ここでコメント教えてくれるよ。イダールってやばいんだな。イダールやばかったね。うすうす気づいてたけど。あるね、あるな。なんすかあるって。ないだね。ようこそ。いや、おもろい。ようこそ2時3時ありだな。でも俺がイダールって言ったよ。主審がお前の勝利に名誉な思わせる。イブさんスカートあり。え、そういう愛じゃなくて、イラハルみたいなやつがいてもまたこの世界は面白いってこと。いや、そう集中だ。いやね、そう。いや、まだマシな方です、僕なんて。もっとヤバい人いんの？いや、この話題。この話題やめとくか。もしかしプラスじゃない、俺らにとってマイナスの話題かもしれない。得しない、もしかして得しない話題かもしれない。弾がね、やめとくか。気づいちゃった。気づいちゃった。プラスがない。イダハルが暴走しちまったのか。やばい、抑えきれなくなっちまう。抑えきれなくなっちまう。全く逃げたのかよ。それをなしますか、我々に。の可能性はあるな。まあ、スカートの話したしな。それまだするの。いや、今、すって言った時にもう、あ、やばって思う。好きだ。学び。学んだね。春の学び。開いてる。中途半端に開いてる。それいいな。学び。え、ここにボックスあるんだ。え、知ってました？ここにボックスある。でもスナイパーしかない。まあ上にもあるんだ。相手どっか行っちゃったな。